神戸市立北図書館は日本の兵庫県神戸市が神戸市立図書館の地域拠点館として北区に設置している公立図書館である。1974年に神戸市北区民センター図書室として北区役所に隣接する現在地で開館した。1982年、組織再編により行政区単位の地域拠点館として神戸市立図書館に編入される。 1995年12月には、区北部の北上地域をカバーする目的で、北上文館が開館した。2002年には、センター内で施設を拡充して2階を自動所用フロアとし、近接するスズラン大自動館との連携強化を図っている。2012年に、市内各区の地域拠点館で開設された、沖潮文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているが、 北図書館のテーマは日本の暮らしとされている。大新東グループが指定管理者を自宅している。北区では自動車図書館、緑号学内3カ所のスポットを巡回しているが、組織上は北図書館ではなく中央図書館の直下に置かれている。2016年度の集計で北図書館と旧北上文館を合わせた書数は188,514冊。 貸し出し冊数は758,925冊、来館者数は456,017人。北図書館と北上文館の2巻に分けた場合、いずれの数値も北上文館の方が北図書館を上回っていた。2019年4月に北区役所北上市所が北上区役所として改祖されたことに抗応じ、北上文館が4月23日付で、 地域拠点間の北上図書館となり、北図書館の廃下から正式に分離した。2フロア合計の延べ床面積は835平方メートル。神戸市では、神戸隣接市、町長今和会での個別協定に基づき、神戸市と隣接する市長の住民に対しても神戸市立図書館の利用権を発行しているが、北区と隣接する三田市では長らく、 三田市立図書館の利用券発行を、区内の道場町、長尾町の居住者に限定していた。2017年、この運用を改めて総合貸出しの対象を、帰宅全域に拡大したが、帰宅からのインターネット予約は、三田市民を優先する観点から引き続き、利用不可としている。ありがとうございます。